お願いいたします。どうぞ。はい、朝日新聞の岩尾です。山本農水大臣の発言をめぐって民進党など野党4党は辞任を要求することで一致するなど TPP 承認案の国会審議の行方は今、不透明なままです。政府として一日も早い承認を目指していらっしゃると思いますけれども、この状況をどのように打開していこうつもりでしょうか。まず先ほど山本大臣から申し訳ないという電話があり、私から発言を気をつけるように、そして緊張感を持って国会に対応するように、厳重に注意しました。大臣も軽率な発言をしたことを深く反省されており、辞任するような話ではないというふうに思っています。で、国会の運営については国会でお決めになることであり、政府からコメントすることはそこは控えたいというふうに思います。その上で TPP 協定というのは、我が国の成長戦略にとって極めて重要であり、その効果を速やかに発現するために TPP 協定と関連法の一日も早い成立が必要であるというふうに考えております。政府としては速やかに審議を進めていただけるよう一層緊張感を持って、丁寧な説明をしてまいりたいというふうに思います。はい、朝日新聞の岩尾です。ちょっと国会のことですけれども、 TPP 承認案の承認通過がずれ込むと臨時国会の会期にも関わってくるかなと思いますけれども、この点はいかがお考えでしょうか。今申し上げましたけれども、政府としては速やかに審議を進めていただけるようにですね、緊張感を持って手に進めさせていただく、その規制に全く変わりはありません。いい、どうぞ。朝日新聞の岩です。話題が変わります。本日夕方、安倍総理とミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問との首脳会談が行われます。ミャンマーはビジネス的にも注目されている国だと思いますけれども、この辺、日本政府としてどのような会談成果を期待されていらっしゃいますでしょうか。これから間もなく会談が行われますので、成果や結果については今しばらくお待ちをいただきたいというふうに思っています。いずれにしろ政府としては今回の訪日の機会を捉えて、伝統的に友好な二国間、この関係をさらに強固なものにしていきたいというふうに思いますし、新政権の取り組みを官民で全面的に支援する方針、そういうものをですね、確認をしたい、こういうふうに思っています。はい、共同通信の小野塚です。関連してお伺いします。スー・チー氏は民主化の象徴でもあるかと思うんですが、スー・チー氏との会談では民主主義という普遍的な価値を広げるという点でどういったメッセージを国際社会に発信したいというお考えでしょうか。まず日本政府は本年3月にミャンマーにおいて半世紀ぶりに国民の大多数の支持を受けた民主政権が誕生をし、そして民主化運動の指導者であるこのスー・チー氏が国家最高顧問として新政権、ここを主導している、このことについては心から歓迎をしている。そういう中で、総理とスー・チー国家最高顧問との会談ではですね、民主主義、基本的人権、法の支配、こうした基本的価値を共有するパートナーとして、率直な意見交換を行われるというふうに思います。はい、時事通信社の中西です。話題変わりまして、パリ協定についてお伺いします。地球温暖化対策の新たな国際枠組みであるパリ協定が11月4日に発効する予定です。政府としての受け止めをお願いします。政府としては史上初めて全ての国が参加する枠組みとして採択をされたこのパリ協定を重視をしております。国会における、日程については国会のお決めになることでありますけれども、政府として引き続いて一日も早い締結が可能になるように、そこは取り組んでいきたいというふうに思っております。はい、関連ですみません、7日からモロッコで開かれる COP22 では批准国による協定のルール作りを議論する会合も開かれる予定です。日本は協定の承認が遅れているため正式メンバーではなくオブザーバーでの参加となる見通しです。日本の不利益になるとの見方もありますけれども、どのように考えていますか。まずパリ協定の実施、この指針協定にかかる交渉というのは我が国を含めてですね、国連気候変動枠組条約の全
締結国の参加を得て、パリ協定発効後も協定未締国の国も含めた形で交渉を進めている、こういう見通しになるということです。今したがって、この第1回の締約国会合に、参加しないことがですね、我が国の交渉における立場に大きな影響を及ぼすという認識はしておりません。我が国として、一日も早く締約国として説得力を持って交渉に参加できるように、そう努力をしているところです。はい、共同通信の小野塚です。憲法について伺います。明日で現行憲法の公布から70年になります。現状国会では改憲に前向きな勢力が衆参両院で改憲案の発議に必要な3分の2以上を占めていて、これまでになく改憲に現実味が帯びているというのが現状だと思うのですが、憲法を取り巻く現状についてご所見をお願いします。憲法改正については自民党当時として、立党以来ずっと憲法改正を主張してきました。そして平成24年には当時谷垣大佐の下で改正草案、これは取りまとめお示ししました。国民の合意の上に憲法改正と記載をさせているところです。他方ご承知のとおり、憲法改正というのは衆参各院で3分の2以上の賛成を得る必要があって、与党のみならず多くの党会派の皆さんから支持をいただいて、そしてその上で何よりも国民の理解、ここを得ることが必要不可欠になっています。そういう中でやはり国民的な議論と理解の深まりというのはおのずといろんな意味で定まってくるんだろうというふうに思います。いずれにしろ憲法審査会という静かな環境において所属政党にかかわらず、それぞれの考え方を示した上で真剣に議論し、国民的な議論につなげていく、まずそのことが極めて重要だというふうに思います。はい、関連してお伺いします。首相はこの在任中の改憲に意欲を示していると思うんですけれども、臨時国会の答弁では、改憲や自民党のこの改憲草案について具体論を避けるような印象を受けていますが、何らかお考えがあるんでしょうか。またこの意欲に変わりはないんでしょうか。そこは我が党においてはですね、立党以来、党勢でありますから、そこはどなたが総裁になってもその思いは同じだろうというふうに思います。で、自民党の憲法草案について政府の立場でコメントするということは、控えるべきだということをそれは申し上げています。で、憲法改正についてはですね、憲法審査会という環境があるわけですから、そうした舞台の中で各党がそれぞれ政党の案を出し寄ってですね、建設的な議論を行っていくということは、ここが極めて大事なことじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。